ミニ四駆超速グランプリ。こちらです。OK、それでは行きましょう。シグナルに注目。戦いの火蓋が切られた。マットトップに出たのはサンコス、ガンブラスター。しかし後ろのマシンも負けていない。レースの中盤戦、後ろのマシンもトップから離れずに食らいついている。一コース、最後の一周に入った。見事勝利したのは1コース。